今の力ではこんなところか。今のうちに、ナルト、お前を絶対死なせはしない。死なせるか。ナルト、ゆっくり話をしている暇はない。どうしてナルトが。グズグズするな。説明は後だ。ナルト君の心臓の鼓動がどんどん弱く。しっかりして、負けないで。あとは強い。私のチャクラがもう、このままじゃ、このままじゃナルトが死んで。すまねえB。 そんな、すべて数秒じゃなかったですね。あ、でもオビトよりは早かった。向こうの戦闘は大丈夫だろうな。だガーラ、ガーラ、知らせるか。そこを狙うのがお前の常だった。だが天が味方したのは一理ある。だがお前じゃない。たのか。ナルト君の心臓の鼓動。もうその子に何をしても無理だよ。それは絶対のルールだからね。己自身を失う。俺は木の葉の内杯たちだ。ところで死んで、私のチャクラが。どうしたのカリン。サスケが本当に。仙人の力を感じる。マタラ、どうやって陸道の力を。行くぞカカシ。貴様まだ。あんたにとって俺は何だ。お前は俺にとって他でもない、マダラだ。この世界を否定する存在がマダラ、全てマダラでしかない。それは俺の道でもあった。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだ。陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のこと。いつしか互いの心をつなげるためではなく、となる忍術へとチャクラを変換するために。でもお前は救世主のはずだ。砂漠派だ。何のまねだ。人を導く者は己の死体をまたがれること。お前が死体にならねばな。俺はもうあんたにまたがれることもない。火影を語りたかった内葉オビトだ。オビト、お前やっと自分を。俺から美獣を奪い弱体化を狙っている。弱い人はあっちで九尾を渡すつもりなのか。来い。一度仙人化しただけはある。ほんの少しだが俺からその力まで吸い。マダラ、あいつはいつでも私を殺せた。お前が向こうへ飛べばナルトは助かるってことだな。偉そうなことばかり言ってやる。今回は俺がメイン、お前がバックアップだ。
かかし。オビト、お前に預けたものを全て返してもらう。ナルトを復活させるためにはリンネガンとキュウ、どちらにしろ二択とも、オビトが言ったように捕らえることができる。オビト、大丈夫だ、たどり着いた。カカシを助けてくれてありがとう、ガイ。大丈夫か、カカシ。誰だ、あれ。ウッドバー、死んだのか。お主の死に対する倫理的観点はわしの時代のものと、の名を聞き先駆者の見聞と一致するかはいささか不安では。なんか何言ってっかよくわかんねえ。さて、あ、その目。お主はまだ死んだわけではない。もっとスムーズに簡単に普通に話せねえのかよ。こうして時代を超え転生者に会うたび、あ、うっせえよもう。定義困難ではあるがゆえに意思の疎通ができぬとあらば。あんた宇宙人か何かか。威厳はめっちゃあるように感じっけど。まだ伝わらぬか。これほど会話が複雑な様相を呈、こんな感じはどうだ。はい、そこ、オッケー、そこで決めて。名を羽衣、そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。最初に忍術を作った人だろ。わしの忍衆は希望を作り出すためのものだ。お前は我が息子アシュラの。わけわかんないこと言ってねえで、俺をこっから出してくれって。いや、お前は聞かねばならない。大筒木かぐやは遠い場所からお前たちの力を得てこの地を治めた。人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び、あがめ恐れていた。わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付けた。兄インドラと落ちこぼれの弟アシュラ。お前は本当にアシュラとよく似ている。兄インドラは生まれし時より強い動力とセンスを合わせも、小さい頃から何をやってもうまくいかず一人では何もできなかった。わしは弟アシュラの生き方の中、協力というつながりこそ本当の力だと信じたのだ。そしてこの時より長きにわたる争いが始まった。弟のアシュラはお前に転生したの。これならもう分かっているはずだな、兄インドラの転生者が誰なのか。サスケ、インドラはお前に転生したのだ。あまり驚かないところを見ると、お前、これならもう分かっているはずだな、弟アシュラの転生者が誰なのか。俺はサスケの前にもその名が転生者ってのがいたらしいけど。忍衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。母であるカグヤは乱世を終わらせた後も、力が一人に集中すればそれは暴走し、やがて力に取りつかれてしまう。無限つく読みとは現実にかけるだけではない、根につなげて生きた奴隷とする現実だ。では何としても止めなければ世界は終わる。死んでさえずっと長いこと見守ろうとしてきた世界が、この世がインドラ、いや母のやり方を本当は望んでいて、わしの考えは甘いのかもしれんな。いや、おじいちゃんは間違ってねえよ。ほっと、視覚と俺のチャクラの一部を。これで全ての美獣のチャクラがお前の中へ入ったぞ。ガマ丸の予言通り、九匹の獣の名を呼び戯れる壁眼の少年。お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだ。予言の子が世界を変える時が来たようだ。確かに俺ってば、そのアシュラってやつに似てっかな。それがお前の答えか。ああ、旅は兄インドラの転生者であるお前にも、俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど仲直りはできると思うんだ。おい、カブト、サスケは大丈夫なんだろうな。ナルトは大丈夫なの。人中力のナルトは美獣を抜かれたら死ぬ。サスケ、ナルト、行くか。死ぬところだったぞ。こやつめ、殺してやる。ナルト、いや、なんとなく前とは違う。今なら全部を変えられそうだ。